皆さんこんにちは、野球市場の向こうです。今回なんですけども、視聴者の方々から向こうさんは打撃の時ってどういうタイミングの取り方をしてますかっていう質問が多かったので、それに今日はね答えたいと思います。で、僕は結構ね野球漫画が大好きで、中学校の時にドリームスという野球漫画を読んで、そこからねタイミングの取り方であったり、結構ねこう打撃をどうすればいいかっていうのをね、僕は結構漫画から取り入れたタイプでした。タイミングの取り方はこのドリームスから教わったことで、この軸足を見てほしいんですけど、ピッチャーが軸足が下がった瞬間に、僕はこうタイミングを足を上げて一本足打法ですね、一本足打法でタイミングを取り始めて合わせるっていう、相手投手の軸足が曲がった瞬間に僕が足を上げてテイクバックして1、2の3でドンと。では次に変化球を見ていきましょう。タイミングの取り方は常に変わりません。相手ピッチャーの軸足が曲がった瞬間に僕が足を上げて変化球だと判断し打つと。で、これ何かっていうと、どのピッチャーもね10人投げるで様々なフォームがあるんですが、ここにね軸足を曲げた時って、この後ってもうどうしようもないんですよ。下がった瞬間ってほぼどのピッチャーもタイミングってねなかなか変えることが難しいんで、タイミングを取って1、2の3か1、2の2の3、変化球だと1、2の3ですねっていう感じで打ってます。ただ相手ピッチャーがクイックの時なんかはタイミングが合わなくてこのようになってしまいます。スローです。このように相手がクイックの時は少し立ち遅れてしまって、自分のスイングが崩された時にどうするかが今後の課題です。で、あともう一点、みんなに知っておいてほしいことが、目なんですけども、周辺視システムっていうのがあって、その人間の目って一点を見つめることによって非常にねこうグッと力んだりね緊張したりしてしまいます。なので僕は、ピッチャーの足を下げて、ここで折れてタイミングを取って、そこから投げるまではこの辺りを見てます。この辺り、このリリースの瞬間1点を見つめるんじゃなく、この辺りをねぼんやりと見て打ってます。ぜひね皆さんもねこう参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、こちらが打撃がそんなに得意じゃない方の視線ですね。非常にばらつきがあります。逆にいいバッターや非常にミート力が高いバッターはこの辺りを見ているそうです。ぜひご参考までに。それでは本日の動画は以上となります。ぜひ皆さんも相手の投手の軸足が曲がった瞬間にタイミングを取ってみてください。